吉田さん、ゴひヒロミさんね。ゴひヒロミさんが、ああやって土下座ができるぐらいですから、私たちがね、土下座とか、恥とか、なんか会社にバレたらとか言ってる、そんな場合じゃないですよね。ゴひヒロミさんは、事務所にバレたらとか言って全国ネッですからね。まあ、素晴らしい方だなと思います。足も高く上がるわけですよ。で、今回、マンダ・次ンジロシリーズね、私はね、この、あの、 証拠っていうやつがあるじゃないですか。ねあれは万田銀次郎さんのアシスタントの女性のことだと思います。吉田さんも触れられてますしたもあのまさにね、私もね、そこをネタにしようと思ってたんですよ。まあ、ですんで、今回は、証拠ですね、えー。万田銀次郎のアシスタントの女性のこと。そして、プラス、兄貴みたいなね、山本太郎さんですけども。あの、結局ね、最後に、あの、万田銀次郎が、じゃあもう、あいつを肩にはめるしかないね、って感じでね。 あの最初に出てきたずっこけの債務者へ町工場の親父さんに追い込みをかけようとするんですよで、えー、野菜家財を没収したりとかねそれから娘をつらい目に遭わせるぞみたいなことを言うわけなんですよね肝臓をなんか売るとかね、まあ、そういうふうな物騒なことを人通り行った後でもう漫談もう好きにしてくださいとか言ってね債務者も諦めるんですよそうするときにやっぱこう証拠がねで出てくるんですよね,ね銀次郎さん ほんまにこれでええんこれじゃ社長さんあんまりにもかわいそうやわとか言ってからね。そしたら山太郎さんが「兄貴、こんまでええんですかなんで悪がのさばるんですか?」とか言う, <laughs> いうわけなんですよね。そしたら万次郎が、ま、サングラスかけたままでそっぽを向いて。うんて考えたふりするんですよね。そしたら次のシーンはもう変わってきて別の展開になっていてそっからもうね悪党を追い詰めるハッピーエンドの音楽が流れ始めるわけなんですけどもここで肝心なのは なんとかならへんのなんですよななんんとかならへんの常にこの気持ちを忘れないことだと思います追い詰められて不利な状況にあってですね満身創痍でもう打つ手がないと思ったところでなんとかならへんのというあのね証拠の言葉を思い出してもらいたいとそうすると萬田銀次郎は頭の六方全勝をフル回転させてもう最初っから答え出てるんですよねでずっと周りにいる人のもう一押しなんとかならへんのを待ってるわけですよ 山本さんが、兄貴、このままでええんすかみたいなね。<laughs> そしたらもう答えがあるんですよね。よう言ってくれたのと。もうお前らがそういう気持ちなんだったら、わしの選択も決まっとるんや、みたいなね。うん、だからそういうふうな形で、私はね、もうこれ以上に打つ手がないと思ったところから、必ず最低一つは打つ手があるといつも思ってるんですよ。で、その唯一残された一つの手が潰された時でも、まだ何かあるなと思ってるんですよ。これが私的な、 自己否定論。あの、即可塾で、えー、教えているマインドセットの一つ。自己否定論ですよね。自己否定論っていうのは、自分はダメなやつだって思うのが自己否定だと思ってるでしょ。だから自己肯定感は高めて、自分にはまだできる、まだできるって思うのが自己肯定感だと思ってますけども、逆なんですよね。自己肯定感は、慢心にしかつながらないんですよ。ですんで、常にね、自己否定感を持つことなんですよ。自己否定感っていうのは、人格否定のことじゃないんですよ。自分にはまだ可能性が残されてるんじゃないかなと。 自分にはまだ気づいてない次の一手があるんじゃないだろうかよしじゃあ自分の今までの経験やスキルをちょっと整理してみようともし自分の経験やスキルの中に打つ手がないとしたら打ったこともないような未知の手を打っていけないだろうかってことを考えるんですよそうするとね打つ手がないっていうことは今までの過去のデータからは打つ手がないんですよじゃあ自分がやったこともない思いもつかなかったことで打開策が必ずあるって考えるんですよね そうするとね誰に何を頼めばいいかってこととどんな役割を人にやってもらえばいいかどんな力を借りればいいかっていうふうな方針転換ができるんじゃないかなと思うんですよ言ってみればですね自分の経験や知識で賄えないことでも自分以外の経験や知識では賄えるっていうこういうふうなね黄金の法則があるんで別に自力でできなければ他力を頼めばいいんじゃないかなと思うんですよその他力を頼む時に時にはお金もかかるでしょうしねまあいろんな揺さぶりもあるでしょうけどもそれでいいわけですよ ビジネスっていうのは結局、結果を出すために何をやってきたかの連続ですから。だから何も打つ手がなくて何もしなければ結果は出ないですよね。人生も一緒ですよ。人間関係も一緒ですよ。全てが一緒だと思います。打つ手がなくなるってことはないと思います。人間に対して打つ手がなくなるってことはない。何か打つ手はあるんだけども、それをまだ思いついていないだけ、もしくは思いついても実行していないだけなんですよ。やってみることが大事だと思います。いってらっしゃい。